低い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 です低いです。こんにちは、平山茂です。どうも皆様、今日は2月5日でございますね。土曜日です。まもなく4時となります。今日もお仕事でございました。ね、今日もお仕事という方は本当にお疲れ様でございました。ね、お疲れ様でございました。いやー、私が住んでます名古屋はですね、もう今日は朝から、まあ、夜のうちからといいますかね、雪が結構な割合で降っております。お昼頃はちょっと止んだりしたんですが、またしっかりと降ってまいりました。この後もまだまだ降るんではないかと、こう滋賀県、まあ、日本海からこう滋賀県の方を通ってですね、この名古屋の方に雪雲がもうどん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 流れていっております。もうですね。まあでも大丈夫です。大丈夫大丈夫。今日ねこの動画をアップするんですけれども、してるんですけれども、以前にね撮った動画っていうのもあるんです。で、まあ、ちょっと今編集中ということで、この今日の動画よりも後になってしまうんですが、ちょっとその辺お許しください。ちょっとねスペシャル企画の、ちょっと動画を今作っております。絶賛編集中なんですけれども、どうしても時間があまりなくてですね、あんまりちょっと編集ができておりません。なので明日日曜日もしくは月曜日にアップできるんじゃないかなと、思っております。お待たせしております。申し訳ございません。まあ、ちょっとねパソコンを買ったっていうのもありますので、ちょっとねパソコンで編集をやってるんでございます。今日の動画はねもうちょっとスマホでパパパッとやってるわけなんですけれども、ちょっとね練習というのもありますしね、パソコンで編集という編集も したいですし、やっぱそれなりに YouTube やってるということでね、どうしてもクオリティっていう部分も上げていかないといけないと。そうなるとやっぱりパソコンで編集しないとちょっと厳しいかなというね問題があります。はい、やっぱり私平山茂、大丈夫だよ大丈夫だよってね言わせてもらってるんですけれども、まだ今日は行ってないですが、やっぱどうしてもね東海オンエアにはまりたい。急に言いましたけど、東海オンエアのようにね、やっぱり同じ愛知で活動してる大先輩ですよ。年下ではありますけれども、もう大スターです。スーパースターです。はい、私はそう思っております。彼らのようにね、彼らのようになれるとは思っておりませんけれども、動画の編集に関してはですね、やっぱり参考になりますので、どんどんこういいところを盗んでですね、パクってですね、よりこう見てる人が逆にこう違和感なく見れるように、平山の動画も上げていきたいと、クオリティも上げていきたいと思っておりますので、どうか、ちょっとね今は練習期間ということで、ちょっと動画のアップのタイミング、あんまりスタンスがね長くなっちゃっておりますけれども、どうかお許しください。大丈夫ということでお願いいたします。大丈夫大丈夫大丈夫、今は自分に言いました。さあ、まあ、ちょっとね寒い日が本当に続いておりますけども、皆様大丈夫ですから、大丈夫、しっかり寒さはこう着込めば大丈夫ですしね、僕の部屋は暖房はついておりませんから、なんとか大丈夫なんです。大丈夫ですから、朝も寒いです。朝も私は5時半に起きて6時半に家を出る、激寒です。激寒の車に乗るのはさらに激寒です。でも大丈夫大丈夫、車はちゃんとエンジンかかるし大丈夫なんです。なので皆様も大丈夫ですから、大丈夫ですから気合でこの冬乗り越えましょうね。本当にね大丈夫ですから、大丈夫、うん、大丈夫です。そして楽しいことやっていきましょうね。明日は日曜日ですか、日曜日ですね、今日土曜日、大丈夫、うん、明日日曜日
明日もちょっとね、お出かけ日和とはならないかもしれませんけれども、お家でも楽しいことできると思いますし、外でね出かけるという方は楽しんでいきましょうね。また月曜日からまたお仕事もりもり頑張るぞと、から元気で行っちゃいましょう本当に、うん、道は合ってますか。私はこれちょっと動画撮影中はねナビがまあ見れないので、まあ、適当に なんとなくの勘で走ってますけれども大丈夫ですね。はい、さあではちょっと長々と喋りましたけれども、内容もほぼほぼなかったかもしれません。とりあえず私はちょっと、パソコンで動画編集を練習中だと。そして、近々、ちょっと以前に撮ったスペシャル企画の動画をアップしますよと。それからまた皆様頑張りましょうと、そういうことでございます。以上でございます。はい、今の30秒だけで十分話伝わりましたね。すいません、申し訳ございません。さあではまたですね、またお会いしましょう。平山茂でございました。ではおやすみなさい、バイバイ。雪の降る街、一人で思い出と歩いた。静かに降る雪、手のひらにそっと乗せて。